ゆなです。ねえらです。ピンクラテ DB 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日の企画はつくばの中身紹介です。イエーイ。今日はね、新中学1年生になった2人のスクールバッグの中身をね、紹介していきたいと思います。でね、今日はちょっとね、ソーシャルディスタンスを守ってお届けしたいと思います。ちょっとね、離れてくるんだよ。あれ不仲ですか？そんなことないです。即答即答、めっちゃ即答。決して不仲ではありません。ということで、じゃあ紹介していきます。それではどうぞ。はい、ということで、じゃあまずはゆなから紹介していきます。こんな感じでーす。いっぱい入ってる。うん、いっぱい入ってる。ちなみにこのバッグは、私のスクールバッグは学校指定なので、今日はね、ピンクラテも借りて紹介します。まずは筆箱でーす。かわいい。あ、ありがとう。これね、この前筆箱紹介した時に使ったやつと、あともう一つ筆箱をね、追加して2個持ちしてます。次にポーチでーす。これね、ピンクラテ賞を取ったお祝いでなんか買ってもらったやつです。結構ずっとだから使ってる。中身はこんな感じです。結構いっぱい入ってます。バーってぐしゃぐしゃって入ってます。結構使うので、これはね、どこ行く時にも持っていくようにしています。で、こちらが体操服入れです。かわいい。これめっちゃね、一目惚れして買ったやつ。めっちゃ似合う。え、ありがとう。私表情めっちゃ好きなんだよ。めっちゃ買っちゃうだから。続きまして、朝読用の本です。心が叫びたがってるんだです。これお姉ちゃんに今貸してもらって読んでます。小説の読むのめっちゃ時間かかるんでしょ。続いて下敷きです。かわいい。さくらんぼっていいよね。かわいい、ね、かわいい。次に学習漢字ノートです。パラパラ漢字、漢字めっちゃ苦手。私漢字覚えれないよね。わかんないし。こんな感じです。英語です。と、私は毎日1日に一単元の教科書を持ち帰るようにして家で勉強するように最近はしています。これが英語ノートです。色分けを結構頑張ってます。暗記系が苦手なので色分けして覚えるように頑張ってます。同じ教科書の人とかいるのかな、やっぱり。どうも違うので何度も違う。ありがとう。続きまして、理科のね、自主学習ノートです。これはなんかね、たまにね、理科の先生にね、これ使うよ、突然言われるの。持ち物に書いてなくても、だからちゃんと忘れないように持っておいてます。次にこれが予備のノートです。これはファンの方からいただいたやつで、ドーナツが可愛いです。可愛い、ドーナツ。ちょっとミスドっぽくない？うん、可愛い。ミスドって書いてある。え、嘘。あ、本当だ、ミスドドーナツって書いてある。可愛い。これはね、いつね、ノートはね、入りようって言われても大丈夫なように入れてます。次にこちら、ファイルです。かわいいね、かわいい。これめっちゃ使いやすいんですよ。これはお姉ちゃんからもらいました。今中入れてないんですけど、ここになんかもらったものとか宿題とかプリントを入れてこちら入れてます。こう何個かに区切られてるやつとか使うと分かりやすいのでいいと思います。次はこれです。今はね、マスクがね、なんといっても塗る時期なので、マスクを予備に2、3枚ぐらい入れて持ち歩いてます。これは確かあのピンクラテのなんだっけなんかのセットで買ったやつ。なんかのトラベルセットだ。トラベルセット、あ、ピンクラテのトラベルセットについてたやつです。これいろんなの入れれるから詰め込んでます。これいつものハンカチ花紙です。これはポケットに入れてますね。ピンクラテのチェリー、かわいいね、好きなやつ。これも確かトラベルセットに入ってたやつです。最後に制服の胸ポケットに入れてるものを紹介します。制服の胸ポケットには生徒手帳と、あとは鏡と、あとは櫛と、あとは、ね、薬用リップと、あとバンドエイドと、あとはシャーペンを入れてます。いざという時にね、役立つものを結構胸ポケットには入れております。ということで以上です。じゃあ次はレイラちゃん。はい、じゃあレイラも学校で決まって
るカバンなのでピンクラテのスクワを借りました。中身を紹介していきます。まずはファイルです。ファイルは2個持ちしてて、こっちは課題とかプリント系を入れてて、でこっちはなんか持ち帰る系、学校からもらったプリントとかを入れているファイルです。これ私持ってる。こっちの二個口の方ですよね。そう、二個口のこれ持ってる。ちょっとおそろ嬉しい嬉しい。次はこれです。これは自由帳みたいな感じなんですけど、こっちにはノートがあって、後ろにプリントとか入れれるちっちゃいファイルみたいなのがあって、この中に課題とか宿題のプリントを入れてます。めっちゃ可愛い色味めっちゃ好きで、これは小学校の時から使ってる友達からもらった下敷きです。めちゃめちゃお気に入りなので。めっちゃ綺麗。え、綺麗すぐ汚くなっちゃう下敷き。後ろが汚いな。これはお気に入りでずっと使ってます。これはなんかいろいろものが入ってて、これは歯ブラシセット、歯磨きのやつです。キアベアでめっちゃ可愛い。好きだよね、キアベアね。キアベア本当に好き。アイラブキアベア。わかる。もうね、インスタとか見てると本当わかる。めっちゃもうアイラブキアベアです。アイラブキアベア。で、これがキアベアの付箋です。いろんなちっちゃい付箋とか、大きい付箋とか入ってるので、すごく、でも付箋は中学入ってすごく使うようになった。私もめっちゃ使うようになった。めっちゃ使うよ。次がメモ帳です。これもケアベアなんですけど、メモ帳。可愛すぎる。これもケアベアで、メモ帳も結構なんか課題とかこれを何日までに出さないといけないっていうのをこの中に書けるのですごくお気に入りです。で結構ね、突然言われることとか多いからね。そうそうそう、だから授業中とかにメモしたりしてます。あとはクリップが入ってます。こんな感じのクリップ、こんな感じのクリップが何個も入れてます。クリップとかもプリント類をまとめるときに使うのでこの中に入れてます。まとめるのが上手。すごいファイルとかうまく活用してるなって思う。これもケアウェアなんですけどめっちゃ可愛いこの中には日焼け止めとかハンカチティッシュとかと櫛とかで入ってます。これは必要焼け止めとかはね、今の季節はめっちゃ塗り直すから。そう、必要。あとはこれはタオルなんですけど、体育の授業の時とかにタオルが必要なので。そう、e-girls をコロナになる前に友達と一緒にコンサートに行ってこれをおそろで一緒に買いました。かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。最後、これはリティちゃんの筆箱です。このイルカのキーホルダーは弟とお揃いで一緒につけてます、うん、仲いい仲いいこれ、こんな感じです。はい、ゆうらのスクワの中身は以上です。かわいかった。なんか全然かわいかった。お互い気になるものとか、うん、じゃあちょっとお互い気になるものをね、交換して探してみます。はい、結構重い。そう、結構ね、詰め込むの、本当に詰め込むの。いや、どうしようかね、気になる、全部気になるの全部気になるこれかな。じゃあ、見しようかな。いい、せーの、じゃんじゃん、こちらです。じゃあ、似てるちょっと、レイラちゃんから。これは、なんかすごいファイルって聞いて驚きました。なんかシンプルでピンクだし可愛いし、なんかいろいろ整理整頓もしやすいのでいいなって思いました。私ね、整理整頓ね苦手だからこういうのめっちゃ助かるで、でもこういうのすごいいいなって思います。じゃあ次、ゆなです。見てください、ユニコーンです。可愛くないですか。ユニコーンです。大好きなんですよ最近ユニコーンと恐竜とチェリーにめっちゃハマってて、もう目が離せないんです目が離せないんですでね、この色味もめっちゃ好き。これちょっとなんていうの、
グラデーション、そうそうそう、グラデーションになってるのめっちゃ好き。かわいい、ね、このメモ帳も、ね、使えるし、かわいい、いいなって思いました。欲しいなって思いました。はい、ということでどうだったでしょうか。結構ね、やっぱ中学校になると付箋とかファイルとかはいっぱい使うようになるからね、こうみんなも参考になったんじゃないかなって思います。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。